時代、今みたいにプロサッカー選手がなかった時代、ブラジル人で選手が来ましたし、その人に憧れて、どうしてもプロになりたい、プロになりたい、プロになりたい、プロになりたいと思ってたら、日本みたいにプロサッカー選手が ADはい、では行きます。せーの。